はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は広瀬八段対糸谷八段の NHK 杯戦のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が広瀬八段、後手が糸谷八段で、糸谷八段が得意の一手損角代わりに進行していきました。で、同銀に2二銀と上がりまして、4八銀、3三銀といつも通りの駒組みが続いていきます。そして広瀬八段は3六歩で早繰り銀に、糸谷八段も同じように早繰り銀で対抗していくという格好になっていきました。そして6八玉と一回居玉を避けて8五歩、7七銀、9四歩と糸谷八段が様子を見ていきます。そして広瀬八段は6六歩と突きました。この6六歩は将来的に5六角などと筋違い角を打った時に、6七角と収納するスペースを作っています。そして糸谷八段は6四銀と上がっていきました。そして広瀬八段は3五歩とここで仕掛けていきます。で、同歩に同銀と進行しました。先手の攻めが一手早く見えますが、糸谷八段ももちろん研究範囲で7五歩と突いていきます。そして広瀬八段3四歩と、これまた前例通り打っていきました。まあ、ここで2二銀だとちょっと壁銀になってしまうということで、4四銀と糸谷八段、これまた前例通りぶつけていきます。そして同銀、同歩と進行しました。で、2四歩、同歩、同飛車と飛車先を交換しまして、2三歩、2六飛車まで進行していきます。そしてここで糸谷八段、狙いの一着が出ました。それが4三角ですね。4三角が次の7六歩と3四角を見せた非常に厳しい一着で、まあ、この手に期待して、この変化を選んでいるという感じになっていきます。そして広瀬八段も先ほど6六歩とついたスペースを生かして6七角と打っていきました。これが非常に味のいい自陣角で3四角と7六歩同時に防いでいます。そしてここで糸谷八段3六歩と打っていきました。まあ、間違いなく、研究手と言える一着だと思います。まあ、3五銀と打つ手も非常に有力なんですが、まあ、3六歩、まあ、先手が対応を誤れば一気に後手がやれそうと、そういう変化がありました。実戦は広瀬八段7五歩と静着を指すんですが、仮にここで同飛車と取ると8六歩と突く手がありまして、これが厳しいです。例えば同銀だと7六角と飛び出しまして、角交換すると2七角と飛車と金の両取りに打つ手がありました。ということでちょっとこれが厳しいので、実戦は7五歩と広瀬八段が7筋をケアしていきました。そして8六歩、同歩、7五銀と糸谷八段が攻めていきます。ここで広瀬八段落ち着いて7六歩と対応しました。で、8六銀から銀交換になっていくんですが、この分かれはやはり6七角の利きが非常に攻めにも効いておりまして、先手有利な分かれとなっております。そして8七歩ですね、ここで7六飛車と横歩を取る手もなくはないんですが、ちょっとやってみましょうかね。実戦は8二飛車と引いたんですが、仮に7六飛車なら取って6七銀とがっちり埋めて、後手玉は結構飛車の打ち込むスペースが多く、飛車を渡すのはあまり良くないということですね。ということで8二飛車と実戦は引いていきました。そしてここで広瀬八段は3三銀と打っていきます。これが厳しい一着でした。これで先手が、まあ、評価値上でも600点ほど優勢となっております。そして以下同桂に同歩成としました。で、同金に3四歩が急所ですね。まあ、こうなってみると糸谷八段の研究手3六歩を広瀬八段がうまく咎めて優勢になっていると、そういう印象の局面となっております。これ同金と取れば2三飛車成ですし、同角も同角から2三飛車成がありますので、まあ、3二金と引くんですが、3三銀と露骨に打っていくのが非常に厳しいですね。そして糸谷八段は3五銀と打ってなんとかこの攻めをケアしていこうとするんですが、広瀬八段は飛車取りに構わず3二銀ならずと指しました。これもいい手ですね。これ仮に2六銀なら4三銀成と取れるということで、同角と取るしかないんですが、まあ、そこで2五飛車と浮いていきます。2五飛車に対して仮に2四銀打ちのような手だと、3五飛車同銀7四桂から例えば7二飛車8三銀7三飛車3三歩成として詰めろ角取りで一気に決まってしまうと、そういう手があります。ということで
糸谷八段は仕方なく2四銀と引いて銀取りを受けるんですが、ここでズバッと同飛車と切ったのが鮮やかな一着で、広瀬八段が優勢を拡大していきます。で、同歩に3三歩成と急所のと金ができました。で、ここで糸谷八段は2八飛車と反撃していきます。これも厳しい王手桂取りなんですが、広瀬八段は3八銀と打ちました。これもぴったりの手ですね。2九の桂馬をうまく受けていきました。そして糸谷八段は5四角と角を逃がしつつ攻めに使おうとしていくんですが、ここで広瀬八段に素晴らしい一着が生まれます。これが2七金ですね。なかなか見たことのないような金打ちですが、これで2八の飛車をしっかりと確保して、飛車を持てば3一飛車など厳しい攻めがたくさんありますので、先手がさらに分かりやすく局面をリードしていくという格好になっていきます。で、実戦は同飛成と取りまして、同銀と進行しました。で、ここで糸谷八段は7四歩と、さすが A 級棋士という形の非常に渋い受けを見せていきました。まあ、これ受けずに3七歩成とかですと、まあ、7四桂と打たれる手が非常に厳しいというわけですね。まあ、ということで1回7四歩が非常に渋い最善の辛抱でした。ただ広瀬八段は3四角と自陣の角を活用して次の3一飛車などを見せて非常に厳しい攻めを継続していきました。さすがに糸谷八段も3一飛車食らうと一気に負けてしまいますので、6二玉と早逃げをしていきます。で、ここで広瀬八段の2二飛車が強烈な一着でした。これで王様を逃げる手が効けばいいんですが、例えば7一玉だと8三桂と打たれまして、これで詰んでます。同飛車に6一角成、同玉6二金まで詰みというわけですね。ということで実戦は5二銀とやむを得ず合駒をするんですが、そこで4二と金とと金を交便に活用して、あと角とと金の3つの攻めが厳しく先手絶好調です。そして糸谷八段はここで3三銀と勝負手を放ちました。評価値的には5一銀打ちとやる方がいいんですが、5一銀だと5二と同銀4三銀と絡んでいく手が非常に厳しく、まあ、ちょっと、形を作るのも難しいと、そういう感じだったでしょうか。3三銀と飛車と角の両取りに当てて1か8かの勝負手を放ちました。そして広瀬八段は5二とと寄っていきます。で、7三玉と糸谷八段が逃がして、ここがポイントの局面となりました。で、ここで実戦は広瀬八段、まあ、5三と金という落ち着いた一着を放ちます。いろいろ駒が当たっていて頭がこんがらがってしまいそうですが、これが落ち着いた一着で、次3四の角で6一の金取り、まあ、2二の飛車で、8二の飛車取り、そして5三のと金で5四の角取りという攻めが厳しく、まあ、先手が勝勢を確保しております。で、糸谷八段は2二銀と取りました。そして、まあ、5四とと取る手もあるんですが、広瀬八段はより厳しく6一角成と守備の要の金を取ります。そして糸谷八段は7六角と金から角を逃がしまして、まあ、ここで6七銀と打つ手も非常に有力なんですが、広瀬八段は5一馬と寄せに行きました。これも巧妙な一着ですね。まあ、仮に6四玉なら、6五銀と王手角取りに打って、これで手順に4九の金取りを受けてしまえば先手必勝という形になります。あと8三玉と寄るのもちょっと飛車の横利きが止まってしまいますし、7一銀と引っ掛ける手が厳しく、まあ、飛車を逃げれば6一馬という要領で、これも先手が大優勢という形になっていきます。まあ、ということで実戦は6二銀と糸谷八段が打っていきました。そしてここで、同馬とズバッと広瀬八段決めに行きます。これも強い手ですね。4九の金取りを保持して同飛車に同とと鮮やかに踏み込んでいきました。そして糸谷八段はここで9五角と攻防に打っていきます。仮にここで4九角成ですと7二金から後手玉一気に詰まされていました。詰みの一例としては、例えば、まあ、6四玉とかわした場合は6五飛車とここから打つのが好手ですね。一見右が広そうに見えるんですが、
5四玉に、6三飛車成として、これで王様かわして銀打てという寄りでいけば後手玉がすぐに捕まってしまう、そんな格好になっています。逃げて銀打って逃げて、桂打って逃げて歩打つこと、ちょっと手順は長いんですが一本道の詰み筋となっておりました。ということで実戦は4九角成と取れず、仕方なく一回9五角の利かしを入れていくという形ですね。これに対して広瀬八段が7七桂と跳ねたのが、これがまた上手い手でした。これで8号と6号地点に利かせて王様がさらに狭くなっています。糸谷八段は8九飛車と、まあ場合によっては6七銀から一気に詰ますような筋、あと6九金ですね、この詰みを狙って形を作っていくんですが、広瀬八段が7二飛車から冷静な寄せを開始しました。これで後手玉は詰むか、あるいは7六の角を手順に取られてしまうという状況になります。以下8四玉に9六桂馬と端から桂馬を打っていきます。そして7五玉に8四銀と王手角取りに打ったのがうまい手でした。これ取っても逃げても7六の角が手順に抜かれてしまうので痛いということですね。で実戦は同角と取るんですが、例えば6四玉の場合は6五銀と王手角取りに打ちまして、例えば5三玉だと7六銀と角を取りまして、で4九飛車成と取る手はあるんですが、5二と4三玉、4二ととしまして、仮に3四玉なら6七角ですね。他にいろいろ逃げ方あるんですが、結局後手玉詰むか、この4九竜と3四の王様、王手角取りがかかってしまうので、いずれにしても後手が負けると、そういう手順になります。ということで糸谷八段同角と取りました。まあこれに対しても8六金が冷静な一着ですね。で6四玉に7六金と手順に角を取って先手玉安全になりました。でもう受けてもしょうがないということで、糸谷八段が4九飛車成と形を作るんですが、そこで6五金と広瀬八段詰め将棋の名手鮮やかに詰ましに行きます。5三玉に6三ととしまして、同玉5四角となったところで糸谷八段無念の投了となりました。以下5三玉には6四銀もしくは4二銀で詰みとなります。また6三と金に4三玉も6一角と打ちまして、3三玉は3四銀まで、5二歩と中合いするのがちょっと厄介なんですが、5左としまして、3三玉は4三竜まで、3四玉も3二竜と角と竜で両王手、4五玉に4六銀までしっかり詰みとなります。広瀬八段が糸谷八段の一手損角換わりから、まあ、研究手3六歩ですね、それを打ち破って優勢になって、まあ、ほとんどノーミス、 NHK 杯戦の短時間の将棋では、本当に滅多に見られないぐらいの広瀬八段芸術的な素晴らしい会心譜となりました。まあ、ちょっと糸谷八段も、粘りが非常に素晴らしい先生なんですが、ちょっと糸谷八段を追ってしても広瀬八段の出来が良すぎて粘れなかったと、そういう状況だったでしょうか。これで広瀬八段はベスト4進出、次は佐々木勇気七段と準決勝、そしてもし勝てば決勝で藤井竜王対八代七段戦の勝者と対戦するという形になりました。ということでご視聴いただきましてありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。